お元気ですか、ボクシミです。今回は2023プロ野球チップス第1弾の開封動画でございます。皆様ね、長らくお待たせしました。このね、2023プロ野球チップス第1弾はですね、去年はね、あのスーパーで売ってたんですけど、今年になってからね、WBC が優勝してからかはわからないんですが、売ってないんですよ。これなんとか必死に探して、あるね、方法で、手に入れました。で、今回はですね、いつもですとね、10袋でやるんですが、今回はですね、12袋でね、やっていきたいと思います。それではね、2023年度版のね、プロ野球チップス第1弾の開封動画でございます。それでは、1袋目でございます。ちょっと待ってくださいね。はい。こちら、いきなりね、白サインカード出ました。広島東洋カープの坂倉翔吾、捕手でございます。なんと、一発目からね、白サインカードが出ました。で、オリックスバファローズの山本由伸投手の、これはタイトルホルダーだな、カードでございます。続いてですね、2袋目でございます。で、キラカード出ましたね。中日ドラゴンズの岡澤慎之介投手の、こちらはキラカードでございます。で、オリックスバファローズの、これは山崎福也選手でございます。続いて、3袋目でございます。で、広島東洋カープの床田博樹投手でございます。横浜 DeNA のね、チーム本拠地で、17連勝を飾った試合で、強打にわたり活躍した、横浜 DeNA の京山選手のカードでございます。こちらはね、チェックリストでございます。3袋目でございます。千葉ロッテマリーンズの山口浩輝投手です。埼玉西武ライオンズのジートリックエンス投手でございます。5袋目でございます。ヤクルトスワローズの山崎幸太郎外野手でございます。我が北海道日本ハムファイターズの上川端大吾内野手でございます。7袋目でございます。あ、失礼しました、6袋目ございます。はい、こちらね、ヤクルトスワローズのホセ・オスナ内野手でございます。東北楽天ゴールデンイーグルスの岸隆之選手でございます。1、2、3、4、5ですね。で、7袋目でございます。こちらかな、阪神タイガースの西純也投手でございます。で、広島東洋カープの今度はね、キラカードの方ですね、高倉翔吾選手でございます。で、残りね、5袋でございます。 8袋目でございます。
またね、キラカードが出ました。東京ヤクルトスワローズの田口和人投手でございます。じゃあ広島東洋カープの西川龍馬選手でございます。今年からね、背番号が5番に変わりました。9袋目でございます。タイトルホールダーですね、埼玉西武ライオンズの山川穂高内野手のカードでございます。山本由伸投手と同じくね、 WBC の日本代表でございます。広島東洋カープの琴ノ海人選手でございます。10袋目でございます。今ね、ただいまちょっとね、まあ、開けにくい状況がございますので、ちょっとお待ちください。で、またね、キラカードが出ましたね。こちらこれ OB でございますね。元オリックスバファローズの、能見篤史選手でございますね。投手コーチもね、務めた方でございます。で、中京ドラゴンズの木下拓也捕手でございます。11袋目、やっていきたいと思います。で、オリックスバファローズの福田周平選手でございます。で、またね、たくさんカードが出ました。スワローズマリーンズの佐々木朗希投手のね、キラカードでございます。 WBC でもね、活躍しました。で、最後のね、12袋目でございます。で、ヤクルトスワローズ、田口和人投手のキラカード、2枚目でございます。で、最後は東北楽天ゴールデンイーグルスの辰巳亮介外野手で終わりでございます。ちょっとね、あの袋の、ね、切れ端が、ね、ちょっとついてしまいますよね。申し訳ございません。以上の結果となりました。白サインカード1枚、キラカード、6枚でございました。で、ちなみにですね、明日もですね、この2023プロ野球チップスカードですね、第1弾も、やりますので、もしよかったら見に来てください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。